令和2年11月19日トラッタ社内ニュースのお時間です。最初のニュースです。高速大容量の通信規格 5G を活用したトラクターの自動運転の実験が岩見沢市で行われました。今回の実験は離れた田畑の間を農道を通って問題なく移動できるか検証する狙いです。岩見沢市と北海道大学、それに通信大手の NTT が共同で行いました。農業の現場でも人手不足が続く中、5G を活用すれば農作物の育成状況を把握して農薬を適切な時期に自動で散布するなど省力化につながると期待されています。実験では農道に人が現れた際にトラクターが停止できるかも試されました。無事に自動で停止できたようです。この風景、かつて大ヒットしたトレンディードラマ101回目のプロポーズを思い出させます。ストーリー自体はあまり思い出せない方も、武田鉄矢さんの鬼気迫る演技は今でも記憶に残っているはずです。また主題歌のチャゲ&アスカのセイエスは今でも口ずさめる方が多いことでしょう。今後の 5G の普及と農業の効率化を願って一曲歌わせていただきます。チャゲ&アスカでセイエス。余計な。続いて商品情報です。充電式湯たんぽフットウォーマーの売り上げが伸びています。もうかれこれ 7,8 年売れ続けている奇跡のロングセラー商品です。今年はエコ、暖房費の節約に加えておうち時間需要から売り上げが伸びていると考えられます。秋冬の定番商品になりつつある充電式湯たんぽフットウォーマーは箱もしっかり親切な仕様となっていますので、ギフトとしても人気です。店頭ではサンプルが温かい状態であるかを定期的にチェックし、充電のスケジュールも決めておきましょう。またポップでは商品名をそのまま記入、充電式の湯たんぽであることを明記することが売上アップのポイントです。商品解説動画も公開しております。説明欄のリンクからぜひご覧ください。革小物のメーカーリアンさんの商品の発注完了報告が担当バイヤーの水崎店長からありました。近日中に入荷する予定です。リアンさんは先日の東京の展示会で商品を見せていただき、お取引を開始させていただいたメーカーさんです。当社にとっては新規の導入になります。展示会では商品自体のクオリティやデザイン性、さらにお手頃な価格に参加したメンバーも大変驚いたようです。年末の繁忙期には必ず活躍してくれるアイテムとなるでしょう。東京での展示会ではブースの様子を撮影させていただきました。どのあたりが魅力なのかを解説していますので、入荷前に一度見ておさらいをして、売り場でも魅力をしっかり伝えられるようにしっかり準備をしましょう。雑貨販売事業部の各店ではクリスマスのコーナー展開が進んでいます。ナチュラハイ北見店では入り口付近のコーナーがどう変わったか、ビフォーアフターの写真を Facebook で共有されました。記録を残すことは来年以降にも役立つ取り組みです。クリスマスコーナーはそのコーナー自体の売り上げよりもお客様をその気にさせることが重要です。そのためコーナーのパッと見の分かりやすさ、演出はドーンとバーンとキラキラと派手にしてください。またコーナーにある低単価商材は定番ギフトをクリスマスギフト化することができるアイテムです。例えば定番のタオルやルームフレグランスもプラスワンするだけでクリスマスギフトになります。その提案をしっかりすることが雑貨屋さんの役目です。今一度コーナーを見直しましょう。クリスマス関連商品では富田店長おすすめの木製のクリスマスカレンダーの動画を公開しています。お客様の足を止めるためにも動画を流しつつの販売ができるのが理想です。説明欄からぜひ動画をご覧ください。先日大戸屋長山店でリーダーミーティングが行われました。その時に気になるサンクスカードが発見されました。内容はこちら、大戸屋長山店の田中かけるさんが中堀さとみさんに書いたものです。なんと今大ヒット中の鬼滅の刃の映画を見に行くと限定でもらえる鬼滅の刃ゼロ巻を中堀さんが田中さんにプレゼントしたそうです。優しいですね。さらに UFO キャッチャーの達人の中堀さんはその後、田中さんの大好きなキャラクター橋平伊之助のぬいぐるみもゲットしてプレゼントしてくれたとのこと。たった2回計400円で取ったそうです。さすがですね。続いては大人気だと勝手に思い込んでいるコーナー、週刊動画再生回数ランキングベスト3です。当チャンネルの7日間の動画再生回数ランキングを発表します。その前に先日の当ニュースで本来放送するべきではない映像が流れてしまったことをお詫びいたします。まずはその映像をご覧ください。週刊動画再生ランキング
週刊動画再生回数ランキング、この映像に対し各方面からあんなに噛むわけない、わざとやってるのではないかなどとやらせ疑惑まで浮上しています。この場を借りて説明させていただきます。先日週刊動画再生回数ランキングと正しく言えなかったのはわざとではなく、私のアナウンス技術が至らないためです。申し訳ございません。やらせでは決してありません。アナウンスの技術向上に努めてまいります。週刊動画再生回数ランキング第3位はドーン、ブルーのホットサンドメーカーダブルの解説動画です。じわじわと再生回数が増えてきているブルーのが第3位にランクインしました。クイズ形式でポイントを解説している動画です。年末にも販売を強化したい品番ですので、動画を見て魅力をしっかり理解してください。週刊動画再生回数ランキング第2位はドーン、めっちゃ賢い加湿器使ってみた動画です。浜間さんの湿度調整機能付きの加湿器を実際に稼働させて解説しました。性能の良さとコスパがよくわからないようです。出演している星沢さんによれば、お値段を発表した後のリアクションがうまく取れなかったことを気にしていたようです。その部分は見事に編集でカットされています。説明欄からぜひご覧ください。週刊動画再生回数ランキング動いてた。第1話ダーン、なんと2連覇、加湿器おすすめ4選です。加湿器が世間的に売り上げが伸びている報道はつい最近もあったようです。間違いなく需要が高まっていることがわかります。店頭でお客様に質問された際にスムーズにお答えできるように、改めてそれぞれの特徴をおさらいしておいてください。11月23日、当社の雑貨販売事業部のコンサルティングを受け持ってくださっている株式会社ライフスタンダードの佐志健二さんが業務指導、アドバイスのために北見の店舗を訪問されます。これまでも数々の実績につながる有益な情報をいただきました。今回も商品情報をはじめ、来期以降の戦略や業界のトレンドなど、質問量もたくさんのことを吸収させていただきます。店舗を回るスケジュール等の詳細は決まっていないようですが、先日お伝えした北見市の有名ラーメン店カムイへ行くことだけは唯一明確に決まっているようです。味噌バタープラス餃子プラスライスまで行っちゃうのか注目です。今後のスケジュールです。11月30日と12月7日ナチュラルハイ長山店で店舗ミーティングが開催されます。店舗ミーティングは参加可能なスタッフさんにはできるだけご参加いただいています。繁忙期前の開催はかなり効率的で有益と言えます。ご覧の写真は過去にナジャラハイ長山店で開催された店舗ミーティングの様子です。スタッフさんの人数が多い長山店では、一つのトピックをみんなで教え合ったり考えたりすることで、より確実な共通認識が得られ、今やるべきことの優先順位もはっきりしてくる効果がありました。今回のミーティングでは、繁忙期の注意事項、オペレーションの再確認、営業中にできない集中的な作業を実施する予定です。繁忙期の注意事項に関しては、改めて動画を作成する予定です。全スタッフさん必見の内容ですので、間違いなく共有をお願いいたします。以上、トラット社内ニュースでした。